空母化の改修工事を行っていた海上自衛隊の護衛艦化が、その工事もそろそろ終盤に差し掛かりました。いよいよ F-35B 戦闘機運用も本格的に始まりますね。今回は護衛艦出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきたいと思います。ロシアのウクライナ侵攻など、世界情勢は刻々と変化しています。無人機攻撃による戦果が注目される現在、有人の F-35B 戦闘機が今更必要なのかと疑問の声も上がっているようです。もちろん、日本の無人機導入も着々と進んでいますよ。と言っても、次世代戦闘機は本当に必要なのか、不明確な状況へ向かっているのかもしれません。海上自衛隊の出雲、片護衛艦伊豆、元加賀の2艦は、航空自衛隊が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の短距離離陸、垂直着陸、ストブル型である B タイプを運用可能にするため空母化改修が進められています。1番艦伊豆も、は、2021年6月、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、1回目の改修が終わりました。内容は、飛行甲板に F-35B が垂直着艦を行うポイントを、特殊塗装で耐熱化工事をしたり、誘導灯などが設置され、短距離発艦のため、艦首から艦尾までの黄色いトラムラインと呼ばれる表示線が引かれるなどの作業が行われました。2021年10月5日、アメリカ海兵隊の F-35B が1回目の改修を終えた出雲で発着艦試験を実施しました。海兵隊パイロットは F-35B 機体の中心をこの表示線に合わせて着艦し、表示線に沿って飛行甲板を滑走し、見事発艦に成功しました。2回目の改修は2024年度に実施される予定です。艦首の形状を現在の台形から四角形に変更する工事や着艦誘導装置、温度計測装置の設置、飛行甲板の標識灯火統計改造、衛星通信装置の改造、そして艦内区画の変更なども行われ、2026年度中に空母化が完了することになります。また、2番艦の加賀は2022年3月からジャパンマリンユナイテッド呉事業所のドックにおいて1回目の改修が実施されています。加賀にも伊豆、元同様の飛行甲板の耐熱塗装工事や表示線塗装などと同時に艦首形状を四角形へ変更する工事が行われることになっています。この改修は2023年度中に完了する予定で、その後2026年から2年間をかけて2回目の改修が予定されています。その工事によって空母化改修が終わるので、2026年に2回目の改修工事が追われ出雲、一足先に空母として収益することになるのです。その一方、艦載機となる予定で42機の購入が計画されている F-35B は2023年度予算で8機分として1435億円の予算が計上されました。国内の陸上配備予定基地としては宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に配備される予定で、出雲、片護衛艦2隻の改修完了を待つことになります。日本のインターネットや SNS などでは、出雲、片護衛艦の空母化完了後に、艦載可能な F-35B の機数について、批判的というか、悲観的な意見が見られます。というのは、防衛省の見積もりでは、艦内に収容できる機体は10機程度、露天駐機スペースは、飛行甲板全部に5機、飛
飛行甲板後部に3機の計8機のスペースがあるので、それらを最大限活用しても18機がマックスではないかということなのです。一方、中国海軍が現在3隻保有している通常動力の正規空母遼寧の搭載機数は36機、山東は44機、そして昨年6月に進水した福建は60機です。搭載機数が少ないのは丸分かりですから、空母として正面から対戦できる戦力ではないというのが、防衛省の出雲型空母化計画に対する声らしいのです。しかし、こういった声は、出雲型護衛艦で F-35B を運用する意味を理解していないのではないか、という意見があります。防衛省では、世界の航空戦力の数勢が、第5世代ステルス戦闘機の配備を進めている現状を考慮して、日本周辺の防衛で航空優勢を間断なく確保するため、高性能な戦闘機をより多くの日本本土にある飛行場から離発着できるようにする柔軟な運用体制の構築を目指しているようです。しかし、2023年現在、全国の自衛隊が使用可能な飛行場は、民間航空会社との共用飛行場を含めて45カ所しかありません。しかも現在の空自主力戦闘機である F-15J イーグルが離発着可能な 2400M 級以上の滑走路を持つ飛行場は20カ所しかないのが現状です。特に太平洋上は本土から遠い小笠原諸島南端の洋島基地1カ所しかありません。一方、中国海軍の外洋進出を妨げる存在として、重要な拠点である、鹿児島県から台湾まで、長さ 1200km に及ぶ南西諸島でも、戦闘機の離発着に、支障がない滑走路を持っているのは、沖縄本島の那覇基地と、自衛隊機の使用を認めていない、宮古島隣の下地島空港の、たった2カ所ということなのです。イーグルが動けないこれらの地域で、万が一有事の際、航空優勢を確保するには、数百 M 程度の滑走路があれば離陸可能である、短距離離陸、垂直着陸、ストブル機の F-35B が必要になるわけです。理論的には、自衛隊が使用しているすべての飛行場が使用可能になりますし、小さな島でも使用することが可能になるのです。そして、そこに空母があれば、移動する飛行場となり、補給基地が確保できます。また、仮に陸上基地から飛来した F-35B が、敵艦隊を攻撃後の補給基地として運用すると考えると、出雲型護衛艦は、時間直延用の F-35B を数機搭載できれば良いので、常時多くの艦載機を乗せておく必要がないのです。当初の小さな飛行場に F-35B 飛行隊が展開する場合、問題となるのは整備部隊と補給部隊の存在です。通常基地として使用していない飛行場なら、そういった部隊を移動させて配備しなければなりません。南西諸島であれば、飛行場を持つすべての島に、前もって、そういった後方支援部隊を配置しておけばいいのですが、人員不足が問題となっている自衛隊には、それだけの人員を配置できる余裕はありません。また、そのためには、膨大な予算が必要となることも無視してはいけませんね。そのため、今後導入される F-35B をフル活用するためには、整備部隊と必要なパーツ類など一式と補給部隊、ミサイルなどの弾薬や燃料を満載したタンクローリー、さらには、飛行場防衛用の地対空ミサイルシステムなどをパッケージ化して、緊急時には即座に展開できる部隊の編成を急がなければならないという指摘があります。しかし、空母改修が完了した出雲型護衛艦なら、艦内には整備部隊と必要なパーツ類、
航空燃料や弾薬などを常時満載しておくことができるはずです。敵艦隊を攻撃する F-35B を発着艦させるだけで、補給やパイロットに休養を与える場所にもなるのです。さらに、出雲、潟護衛艦を中心として、防空に特化したイージス護衛艦などで艦隊を編成することで、直縁用の F-35B と一緒に、敵航空機や地対艦ミサイルなどの攻撃に対して、艦隊上空の防空が可能になると思われます。出雲、潟護衛艦を空母として運用する場合に、問題となるのは、命令系統が異なることです。艦艇は、海上自衛隊、航空機は航空自衛隊です。例えば、奪われた当初の奪還作戦に従事する場合、水陸両用作戦を実施する陸上自衛隊の水陸機動団の指揮下に、海自が入ることになり、状況によっては、水陸機動団を乗せた垂直離着陸が可能なティルトローター機、V-22 オスプレイや、大型輸送ヘリコプター CH-47J チヌークなどの陸上自衛隊機が出雲に発着艦する可能性も出てきます。だからこそ、指揮系統などについて、調整が必要となると見られるのです。また、敵の上陸部隊の攻撃を受ける当初を防衛する地上部隊を空自が援護する場合、出雲、潟護衛艦を含む護衛艦隊は、新田原基地の F-35B 飛行隊が所属する第5航空団司令部の指揮下に入ることになると思われます。そして、中国海軍の空母部隊の進出を阻止するために出動する場合、空自の F-35B 飛行隊が、海自の護衛隊軍の指揮下に入ることになるわけです。つまり、状況に応じて、その指揮系統を整理して、臨機応変に対応する必要があるのです。そのため、空母化した出雲、潟護衛艦と、高額な、第5世代ステルス戦闘機 F-35B で編成される飛行隊を、様々な想定下で、そのスペックを効率よく引き出して運用するためには、陸、海、空3つの自衛隊が、それぞれの立場を主張することなく、互いのリスペクトの下に協力し、連携することが大切とされます。また、日本の防衛においては、アメリカ軍との協力と連携も必要不可欠であり、無駄なくスムーズな協力、連携のために、3つの自衛隊を統合する上位組織として、アメリカ軍における総合参謀本部のような存在が必要不可欠と考えられます。そういった組織の創設を急ぐべきという声も高まっているようです。